NF-8U は、ドイツの大都市、デュッセルドルフの路面電車及び地下鉄である、デュッセルドルフ・シュタットバーンで使用されている電車。近く間の走行に対応した、車内の大部分の床上高さを下げている、超低床電車で、ドイツ語で、銀の矢を意味する、シルバーフェール2という愛称も有する。デュッセルドルフ中心部の地下を通るシュタットバーンの一つである、ベイヤハーン線は、 道路が狭く単線区間も存在した地上の路面電車を地下へ移設し、高速化や本数増加を図ったものである。この区間の開通に先立ち、デュッセルドルフの路面電車で使用されていた旧型電車を置き換えるため運営事業者のライン川鉄道会社は、シーメンスとフォスロキーペによるコンソーシアムである、デュッセルドルフ提唱したトバーンとの間に15両、 オプション61両分の契約を交わした。これが NF-8U 型である。NF-8U 型は、デュッセルドルフ市電の各系統で使用されている NF-10 系、NF-8 型を元に開発された、車内全体が低床構造の超低床電車で、前後車体の両端に車軸付きボギー台車が設置されている関係で生じた下膨れのような全面デザインも共通である。 一方、地上区間に加えて、近く間で使用されることを前提にしているため、火災検知器をはじめ、車体各部に防火対策を施しているほか、連結運転を実施することから、全面カバー内に連結機が設けられている。編成は、片運転台の5車体連接式で乗降扉は、車体両側に設置されており、営業運転時は背中合わせに連結した。 両運転台の二両編成を組み、設計上は最大三両まで連結運転が可能である。座席配置は前後車体及び中間のフローティング車体はクロスシート、中間の台車付き車体及び後部車体の最後尾はロングシートが配置され、前後車体には車椅子やベビーカー用のフリースペースが設けられている。台車は 車軸がない独立車輪式台車が用いられ、前後車体の両端には、付随台車が、中間の全長が短い車体には、動力台車が存在し、主電動機にあたる三小誘導電動機は、中間台車の外側に配置されている。制御装置は、イグブと素子の VVVF インバータ制御が用いられて、おり、これらを含めた、車両全体の機器は双方向ネットワークシステム。 キャンを用いて一括管理が行われている。また、補助電源装置や制御装置等の機器の一部は屋根状に配置されており、ユニットとして配置する当メンテナンスの簡素化が図られている。最初の車両は2006年から製造が始まり、2007年まで25両が導入された。続いて2010年からは、オプション分にあたる二次車の生産が開始され、2012年まで、 導入が実施された。これらの車両は行き先表示装置が従来のドットマトリックスから LED に変更されているほか安全対策として車内に監視カメラが搭載されている。これらの車両はベイヤハーン線の開通までデュッセルドルフ市電の各系統で使用され市電の路線網に残存していた高床式車両を置き換えた。その後 ベアーハーン線が開通した2016年以降は、同区間を経由するスタッドバーンの系統に用いられている。この NF-8U は、車体や内装のデザインが高く評価され、2007年のイフ・デザイン賞を受賞している。ありがとうございます。